中学のオリンピック憲章を開いてすぐのページにはオリンピズムの根本原則っていう9つの項目があるんです。この中から簡単に解説してみたいと思います。努力する喜び、良い模範であることの教育的価値。スタッフのみんなが掃除してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。珍しいですよ。珍しいですよ。父さんのサイン姿。変わってきた。あ、本当だ。たくさん書くとね。あとでチップもらいたいと思います。ありがとうございます。リツにもサポートついてたんですよ。ひまわりとモニカが。2人も。その横で聞き。あ、VIP ですから。VIP だから。ノコメントは聞こえた。その横でキキが一人で書いてた。はい、エブリンが書くときは手伝わないよ。自分一人で書きましたもん。だって一人でやったの？一人でやりましたよ。時間かかったね。だいぶ全然違うね。ありがとうございます。それだけ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ワンチープワンチープ